スパに行く。ジャグジーの泡が私を包んでいく。悲しかったことを忘れたくて、疲れ切った心を休めたくて、郊外のこのスパまで遠出してきた。持ってきたのは小さなバッグ一つ。受付でバスタオル2枚と水着を貸してくれた。急に冷たくなったあの人のことを思い出すと辛くなる。なんとなく気がついてはいた。彼に近づいてきている可愛い女の子の存在のこと。その女の子と彼がいる時間が増え、私と彼が過ごす時間が減った。彼はたった一人なのだから、もうどうしようもないことなのだ。諦めよう。そう決めてスパに来た。何も考えずゆっくりお湯に入って、そしてもう何もかも忘れてしまおうと。だけどジャグジーに入った途端、耳に懐かしいメロディーが流れてきた。彼と二人で聴いたあのバラードがオルゴールで演奏されている。このジャグジーにはスピーカーがついていて、バスタブの縁に頭を当てると音楽が聞こえるようになっていた。なんでここまで来てこの曲を聴かなくちゃならないの。悔しくなった。せっかくこのモヤモヤとした感情とさよならしようと思って電車に乗ってやってきたのに。そう、電車。そういえば彼と最近ドライブにも行っていない。あの女の子は彼の車に乗ったことがあるのだろうか。おねだり上手で可愛い子だったから、きっとちゃっかり乗せてもらっているんだろうなという気がしてならない。また嫌な嫉妬が私の中に溜まってくる。せっかく流してしまおうと思っているのに。その曲は行かないでと歌っていた。去っていく恋人を追いかける歌だった。まるで私の気持ちみたい。ジャグジーの泡に紛れてそっと涙を拭いた。一人ぼっちでスパにやってきた週末。現状は私の恋が終わりかけていることを十分に語っている。次行こう、次。あっさりそう笑えない。ジャグジーの泡に全身が包まれていく。自信をなくして縮こまっていた私の体の周りでプチプチと泡が鳴る。人魚姫は海の泡となって消えたのだったっけ。ふと童話を思い出した。そうだ、確か王子様がよそのお姫様と結婚してしまい、失恋した人魚姫は嘆き悲しんで海の泡となったのだ。やだな。このお話もなんだか他人事とは思えなかった。私も泡に囲まれながら結局彼のことを思い出している。考えてしまっているということはまだまだ好きなのだ。
そのことに気がついてどうなるというのだろう。まだ好き。そのことに涙したら彼の気持ちが戻ってくるのだろうか。私の気持ちはまだ弾けることができない。彼が好き。彼を待ってる。もうちょっとの間、私の恋心はまだ泡となれずにあの人を思っているのだろう。